AK 準一級の結果、はい、あのライティングでもこれだけ取れるんだみんな書こう。じゃあ技能別正答数、ね、あ、それぞれ書いてあるの。ここでじゃあ行きましょうか。はい、引っ張っても仕方ないし、いきます。さあ、始まりました、もっちゃちチャンネル。さあ、いよいよですね、葉月の AK 準一級の結果、はい、発表でございます。はい、いろいろとやってきましたけど、怖いです。SCBT を受けてますので、はい、今までね、面接をやってる動画だったりとか、はい、一試験受けてみてどうだったのかで、ライティングを添削したりとかやりました、はい、さあ、どうだったのか。結局そのスピーキングライティングの面はね、まあ見てはいましたけど多少、はい、リーディングとリスニングは全く分かりませんので、はい、今までの過去問とかは良かったのかどうか。いや、過去はあんまりやってないです。やってないんかい。リスニングはやったんですけど、リーディングはあんまりやってないです。どうなるのか、いよいよ、はい、結果を見ていきたいと思います。はい、ちょっとやだなぁ、こんななんかもうすごい緊張するじゃんこれ。いや、でもちょっと受験もっと緊張すると思う、うん、練習で、ね、練習とか、いやぁ怖っ。自信はありますか。いや、結構ライティングの動画を見てもらってから、はい、心配になってきました。まあライティングって結構緩くね採点されがちなんですけどね、はい、果たしてどうだったのか、はい、よい見てみましょう。はい、ちょっとここからちょっとメールアドレス、メールアドレス、そう、当然別に見たいし、はい、はい、さあ、いよいよどうなるのか、はい、いきなり出てくるってことないですよね。知らない、いや一応初めてなんですよね、これで見るの。ああ、そういうことね。一応でログインして、ああ、できましたね、ログイン。はい、申し込み一覧、これですか。 ID があって、ちょっと待って、受験情報の確認、合否確認あるじゃん。うわー、すげえ、うわー、怖いですね。見るんだ、一発で出る出ることだよね。あ、こんなところにテストセンターあるんだ、へえ。じゃあ行きましょうか。はい、もう引っ張っても仕方ないし、行きます、行きます。不合格だ。あ、スピーキングがやっちゃったっぽいですね。うわー、でも B2 で2314。じゃ、スピーキングが多分突破しなくて、ああ、まあでも英検不合格でも出せるんですけど、一応一挙出せるじゃん。2300はあるってことだね。うわー、協定利用だと 85% スクショ、おしまい。あーいや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 、あー、合格しちゃったっす。2300か。え、これでも2300超えてるってことは普通だったら OK ってこと。いや、2次どっちも受かんないといけないですよ多分、うん、あ、どう、そう、だから1次はパスしてる点数ってことだよね。そうですね、うーん、そうだね、ほら、やっぱそうだね。じゃあここをスクショ、はい、そう、1次パスの点数だよね、どう考えても。1次パスで、1次もでもそんな超オーバーはしてないですよ、ちょっと、うん、20プラス20ちょいかー、これね、はい、リーディングが615、B2 で、リスニング606、やっぱパート2きつかっただろうね。そうですね、そして、ライティングが593じゃない。耐えました、これは。ギリいったね、まあ、そうそう、まあ、600いかなかったけど、うん、まあ、あのライティングでもこれだけ取れるんだ、みんな書こう。そうですね。そして、スピーキングが500。512が合格最低点なんで。あららららら、まあ、いやー、これは、まあ、あれよりは伸ばしたんですけど、あの動画のめっちゃひどい時よりは。そうそう、でもね、ほら言ったじゃん、3分答えなきゃいけないって言ってるのに、はい、2分は言ったんで、次は2分じゃダメなんだから。いや、2分じゃ合格点取れないから。そう、その2分が完璧だったらいいんだけど、その2分でちょっとでもミスあったらもう、はい、I don't know と同じ点だよ。やばいっす、それは。そうだよ、だから全然ダメなんだよ、あれ2分しか喋んない人は。いや、でも描写できたの、あの漫画の描写とか。漫画は比較的、比較的できた。漫画も2分ずつぐらいで、めっちゃ説明はしたんですけど、うん、動画で撮った時、うん、ちょっと正直あれ分かんなかったです、絵のつながりが。ああ、そういうことね。で、まあ、ということで、ルー英検1級不合格、アメリアテ英検準1級不合格。おいおい、みんな3人目の不合格、はい、これあれも出てます。さあ、これも取って、はい、技能別、じゃあ技能別正答数ですね、はい、41分の30リーディング、読みで落としたと思う、それとも単語、やっぱり。いや、半々、読みでも多分5問ぐらい落としたと思います。うーん、
なる、ああそっか、なんか迷うです、うん、読めてないのか分かんないですけど、どっちの選択肢、うん、もう入りそうだなみたいな、うん、ちょ何もかあったんで、ちなみに総計受けるんだったら、あの単語の問題以外は一つも落としちゃダメだからです、はい、結構長文の単語もなんか難しかった、うん、めちゃめちゃ簡単ですね、総計と比べたらめちゃくちゃ簡単、簡単ですか、いやまあ8レベル、はい、答えも順番通りだしさいやすごいです、リスニング、あ意外と取れてる22、パート2だけぐらい落としたのは、いやパート1も多分2、3問ちょっとあれみたいなのあった、ね、うん、2分の1ぐらいで、まあ、当たってリアルライフはいけた、リアルライフはいけました、ね、うん、そうですね、ライティングが16点中12、うん、はい、4点一体どこで落としたんでしょう、まあまあまあ落とすところばっかりだったんで、はい、まあ、でスピーキングが38の中21、これですですね、うん、やっぱそうだね、まあ、そう簡単に喋れるようにはならないですから、そうですね、まあでも大幅に下回らなくてよかったですそんな大幅にってはい、あこれ大問1って書いてあります、ね、あ単語熟語の知識用法を問う問題です、これ あそれぞれ書いてあるの、そう、ここでここで7問落としてます、うわー大きいね、入り口で7問で大問2、いやー大問2落としてるじゃん、6分の4だ、あこれまずいな、文脈ですからこれは、はい、で最後は大問は長文ですね、長文が2つ落としちゃったと、あなるほどね、で続いてリスニング、あパート1 1個ですね落としたの、1問で、はい、でパート2が12分の8、あ意外と取れてる、もっと落とすかなと思ったけど、まあ、あれパート3パート3落としてんじゃん5分の3、聞けたと思ったんですけど、ダメです、リアルライフは落としちゃダメだよ、はいライティング内容点3、あれでなんだ口論で、構成4分の3、語彙4分の3、文法4分の3、全部4分の3ちゃんとつけてくれたんですか、全部微妙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 、ちょっと微妙っていう感じでやったんだろうね、はい、じゃあスピーキングも、さあスピーキングどうだったのか、ナレーション15分の10、うん、5減らされちゃってますね、あれですよね4つの絵のやつ、そう、はい、5のどこで減らされたかな、まあ文法とかでも減らされてるだろうし、まあ、文法発音、まあ、そう内容、はい、相当簡単な単語ばっか使ったんで、いやそれはいいよ、文法ミスさえなければ大丈夫なんですか、うん、それも情報量が足りてないとか、それあります、発音文法ぐちゃぐちゃとか、それありますね、10だからまあ、厳しいかな、もうちょっと惜しいよね、まあでも悪いとは思わないけど、そう次ですね、やっぱり次がもう問題20分の10しかないから、やっぱり質問にちゃんと答えられてないってことですね、半分ってことは、半分だともう不合格ラインだね、これだと、そうですね、いやちょっと難しかった、アティテュード1 おい一番低いってことです、そうです、えー、おい、おいどんな喋り方したんだい、おい、いやその40秒ぐらいあるじゃないですか、喋る時間、質問に対して、うん、その2分を結構、まあ、ちょっと途中突っかえながらもなんとか喋って、うん、2分でその時間使い切っちゃうぐらいだったんですけど、もうちょっと、いや多分だから無言の時間が長すぎる、これアッチード1点高かったらもしかしたら受かってたかもしれない、いやーうーんまずいな、やっぱボソボソ喋ったんだろうな、あ、でも自分最初だったんですよ一番、うん、開始って押すのが、うん、周り説明とか聞いてたのがちょっと、うん、ダメだってそういうので恥ずかしいとか思っちゃ う、 もう自分しかいないもんだと思ってやるのが大事だからね、はいということですね、あーはい、じゃあ、 まあ今のやつも全部送ってくださいね、ちゃんと写真、はい、はい、一応立教には出します、証明書合格バッジお申し込みだって、こっちもすぐ申し込めんの申し込めんの、不合格で申し込めない、証明書だ、あそうか、証明書は必要なんだ、そうだ、結構ギリギリなんでもうすぐ申し込めない、うん、もしかしたら、あららら、いやこれで行くのか、立教2300で行くか、なるほどね、いや協定でもっと取れば、うんそうだね確かに、協定85なんで、まあ、90% ぐらい取れば、え目標いく CSE いくつ目標だった、2350ぐらい、2350、はい、じゃあまあそんなに変わりはしないよねなるほど、2400とかちょっとまあ前回のスピーキングとか考えちょっと無理かな、なるほどねって思ってたんで、準一不合格して果たしてどれだけ戦えるかねやっぱ合格してほしいということです、まあ、はい、なんでまあ CSE スコアで戦うのでスコアでのバトルになりますので、別に合格合格は関係ないですから大学入試には、はい、さあどうなるのか見ていきたいと思います、はいということで、ここから小豆においていただきました、はいありがとうございました、はい、行きぼっちん行きぼっちん